太鼓なんです。荒野行動をやっていきたいなと思います。新マップの東京決戦、こちらがね実装されたんで、まあ、まだ先行実装のプレイになるんですけども、早速ねやっていきたいなと思います。今ね Android 版と PC 版パソコン版ね、こちらがね先行プレイ可能な状況になっています。 iOS 版はもうちょっと後になるみたい。結構ねこの東京のマップが忠実に再現されている、秋葉原とかね新宿、この辺りかなりね忠実に再現されているということなんで、早速やっていきます。ちょっとね秋葉原の辺にね降りて、どれぐらいの街並みの完成度なのかちょっと見たいなと思います。新宿とかあるよね。結構マップが広いんだよね。で市街地戦になるんで、ちょっとねどんな戦い方を していけばいいのか、ちょっとねそれがね想像もつきません。もう FPS 自体は結構やってて、まあ、PUBG とかねフォートナイトメインにやってて、荒野行動はね実はあまりやっていません。まあちょいちょいはやってるんですけども、なんか服が変えれるぞ、ちょっとセクシー系のタンクトップに変えてみました。これビルに降りたはいいけど、どうやって降りんの、なんか下に降りる、これ飛び降りたら死んじゃうよね。はしごがあるぞ、登れるのか、ちょっと登ってみましょうか。ちょっとスカートなんでねお、登、あれ、これ以上は登れない、そして落ちない、何なんだこれ、降りるしかないのか。でもなんか登れそうだぞ、降りましょうか。降りられない、なんだなんだ、これはバグなのか、これは僕のプレイが操作が慣れてないだけなのか、なんかはしごから降りられない状況になってしまった。どうする、やり直します。なんかあそこにスーパーカーがありますね。荒野行動といえばこれだよね。この辺りのなんかお遊びが PUBG にはない面白さ。このスーパーカー何なんだ、マクラーレンっぽいぞ、ランボルギーニ、わかんない、速いのか遅いのか、なんか運転が難しい。あー、せっかくのスーパーカーが海に廃車です。泳げるのか、どこまでも泳げるぞ。さあ遊びはこれぐらいにしていきましょう。ちょっとね渋谷の方に、なんかテレビ塔、東京タワーみたいのがあります。よくわかんないけど行ってみよう。中に入れるのかな。このパラシュートを開くまではなんか迷彩服なのに、パラシュートが開いた瞬間普通の服に変わるという。なんかこの辺りは普段やってるフォートナイトに比べるとなんかあんまり遠くまでは飛べなさそう。 PUBG っぽいな。さあ行ってみようか。なんかこの辺り PUBG っぽいね。今ね Android 版、まあスマホ版ねもの荒野行動もこの東京マッププレイできるんですけども、ちょっとね普段僕パソコンで FPS やることが多いんで、ちょっとね操作が慣れているっていうことで、ちょっとね今回はパソコン版でねプレイしたいなと思います。どうなんだろうね、どっちがいいとかどっちがやりやすいとかあるのかな。多分でもパソコン版の方が画面が綺麗なんだよね。入れるぞテレビ塔、しかも中になんかすっげえ武器がいっぱいある。荒野行動ってこんないっぱい武器拾えるの。 PUBG だとそんなこんな落ちてないよね。てんこ盛り、これだけなんか武器が落ちてれば装備簡単に揃いそうだけど、っていうかなんか100人いるはずなのに全然合わないぞ。やっぱマップが広いからかな、全然合いません。あとまあやっぱり市街地戦なんで、多分みんな建物 の中に入っちゃうんで、多分あんまり接戦にならないのかな。
この感じでいったらなんか終盤やばそう。なんかトヨタのランクルみたいのがある。乗っていきましょうか、東京マップなんで。しかもなんか全然人がいないのが気持ち悪いよね。車も何もいないみたい。突然この和風の家が並んでいる。ヘリが飛んでるね。とりあえずね、ちょっと安全地帯の真ん中の方に移動したいと思います。この住宅街に行きましょうか。銃声がするぞ。なんか近くにいそうだね。ちょっとこの岩陰から狙っていきます。お、あそこになんか物資が。ちょっと物資取りに行きたいと思います。やっぱ序盤の辺でね、装備多分強化しておいた方がいいよね。まあ序盤といってももう残り18人だけど、ちょっとこの辺りで装備を。やっぱ物資だよね。結構ギリギリの辺に落ちてそう。あ、マジか。ちょっとね、次こそは行きます。ちょっと油断しました。まあ荒野行動 PUBG に近いな。 PUBG の市街地戦みたいな感じかな、東京マップ。さあこの秋葉原のもう中心部に行きます。もう結構いるぞ。ちょっとあっちの方に降りていったんで、ちょっと離れたところに降りましょうか。お、あっちの 方にいっぱいいる。とにかくマップは、お、自転車があるぞ。これ乗れるの？乗れるね。これはどうなの？強いのか？これは何なんだ？間違ってないよね。まあでも乗れるんだから乗っていきましょう。あ、だけど逆にこの細かい道とか走れるんでいいかもしんない。弱そうだけどね。チャリか。荒野行動ってチャリとかあるの？東京マップからなのか。おっと、ぶつかった。豪快にこけた。しかも起き上がる。行きましょう。もう自転車は降りました。市街地線行きます。これやっぱビルの上とかから射撃で狙った方が有利なのか。ここ入れない。でも入れないとこ結構あるね。お、スナイパーライフル。スナイパーライフル射撃銃だよね。だよね。これもらいましょうか。でちょっと射撃、上の方から射撃狙いましょう。残り23人か。場所的にはいいよね。ここで走ってきた 人たちを狙うみたいな。いい感じ。だいぶ狭まってきたよ。でも全然なんか人がね、見当たらないんだよね。荒野行動ってこんな感じ。残り8人。もうかなり狭くなってきたんで、ちょっとポジション取りがね、重要ですね。ちょっとなるべく有利なポジション取って待ちましょうか。残り8人いるよね、絶対に。どこだどこ。お、いた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 。射撃するか。当たんないな。でも多分気づいてないよね。いるいる。いたいたいた。おし、当たらない。なんでこの射撃銃当たんないの。当たった？当たってない。でもあっちもなんか打ち合いしてるね。当たった。当たってないか。さあ残り6人。左はなし。多分こっちだよね。あ、いたいた、いるね。狙いにくい。
ちょっと詰めましょうか。いるよね、銃声する。残り2人、残り2人って一騎打ちか。ちょっとここは取りたいね。ちょっとあの歩道橋の上から、まずこの岩陰、どこどこ、近いよね、もう相当近いよね。いないね、隠れてる。あ、いた、いた、いける、当たった。ヘッドショット狙いたい。いるいる、歩道橋の上から行きましょうか。気づいてるのかな。いたいた、来た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 、押し切る。あ、なにこれ、ガラス、ガラスかよ。どこどこ、近い近い近い、マジか。あ、いたいたいた、歩道から下、あー登ってきた、あーやられた、マジか。まあ次はね頑張りたいと思います。